こんにちは。栃木県宇都宮市で浮気調査ができる探偵事務所を探していますかこの動画では栃木県宇都宮市の浮気調査ができる探偵の選び方についてお話をしています。浮気調査ができる探偵事務所の選び方はこの3つです。1つは料金が明瞭であること。2つ目が対応が親切であること。 3つ目が自宅にに近いいエリアにあるととうことです一つずつ説明をしていきたいと思います。一つ目の料金が明瞭ということですが、今、探偵事務所では主に3つのプランで料金を設定していることが多いです。一つ目が時間料金型。これは調査が数時間とか数日間で終わるという方におすすめ。つまり、 配偶者の行動パターンが分かっているという方におすすめです。二つ目がパック型。これは調査が長期間に及ぶという方におすすめです。配偶者の行動がいまいちよく分からないという方におすすめということになります。三つ目が成功報酬型ですが、これは注意が必要です。二つ目が対応が親切ということですが、 こちらの話をなるべく詳しく聞いてくれるで。たくさんの情報をもらおうとする。そういったところの探偵事務所の方が親切と言えます。で、三つ目が自宅に近いエリアにあるということです。えこれは、えっと、自宅から遠いところの探偵事務所を選ぶと土地勘がないのと、あといろんな費用を請求されるということがあります。でよくあるトラブルとして、このような ことが挙げられますえ。料金設定が明瞭でないと追加料金が次々とかかるということです。例えば証拠写真代がいくらというふうにかかってきます。二つ目は成功報酬型ですが、この成功報酬型っていうのは、浮気の証拠の写真がもし撮れなかったら代金はいただきませんというようなことを謳っているところなんですけれども、探偵事務所の方も まあ、あのボランティアで、ね、やっているのではないのでそれなりの対価を、ね、求められるということがありますで多くの場合は基本料金が設定してありますけれどもそれとは別にその浮気をしていないのが証拠ですつまり浮気をしていないという証拠が取れましたので成功報酬をくださいと言ってくるところがありますなのでちょっと注意が必要ですで3つ目は話を受け流す という探偵事務所は良くないということですね。これはいい加減な調査をされることで、結局良い調査結果ですね。きちんとした正確な調査結果が得られないということが多いですと。自宅から遠い探偵事務所というのは、例えば配偶者の会社が自宅から近いところにあったりとかすると、その分の交通費とか宿泊費などがかかります。なのでそういった費用の方がかかってくるので注意してください。 もっと詳しく知りたい方は、より深い内容を別の動画でご紹介していますので、今すぐ概要欄をご覧ください。